てるだけでも楽しいもんな。生主はイライラするかもしれないけど。いや、めっちゃイライラ。雑談&ホビー関連枠、パソコンからキャス配信中。プラモや店長の趣味車生活。あのね、これね、ほんとね、キーボード操作をね、受け付けないときってね、どうしたらいいかわかんないから、ほんとに。これだけはね、ほんとになんとかしてほしい。ちょっと待ってね、取引メッセージが来てるよ。よし。あのね、イライラする。はっきり言って。はっきり言ってイライラしております、私。大変。はい、お二人さんよろしくお願いします。はい、和骨。あれ、なんかさっきと比べてサクサク動くぞ。なんで立ち上げ直したらなんかサクサク動くようになった。何何何何、気のせい。はい、さっきの枠はなかったことにします。なかったことにします。お、どうだろう。わら、あ、でもここはやっぱダメだな。ここはやっぱり動かんな。ここはやっぱダメだな。よし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 。はい、まず第一段階。第一段階がさ、操作を受け、お、めっちゃサクサク動く。ほら、さっきと動きが全然違うよ。何何何何があった。めっちゃサクサク動くよ。どうしてどうして。なんか非通知から電話来たぞ。それは知らないよ。なんかサクサク動くぞ、さっきと違って。何こいつ動くぞってっていうネタを言っても多分今分かってもらえる人はいないと思うけど、さっきとさ明らかに動きが違うんだ。賞金かけられたかも。マジで。俺の車を盗んでなかった。解放されたのか。どうなんでしょうね。なんかいきなりさっきともあからさまにこう動きが違いますもん。ほら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 、さっきここすごいカクカクしてたでしょ。そのね、カクカクはね今ないの。歩くスピードもすごく速いもん、さっきと比べて。で、画質がなんかさっきに比べて綺麗になってるもん。何何何があった何があった。さっき盗んだシルビアのオーナーかもしれん。シルビア盗んだの。いや、でもこれはありがたい。これでがぜんちょっと今おいちゃんやる気になった。ニュータイプに覚醒された。そういうことなんですか。ほら、サクサク動くぞ。だって画質も綺麗だしさ、さっきと比べてあからさまに。何があった。ソリティアが入ってない気持ちを分かったからだよ。何それ。よーし、やる気になってきたぞ。グラボが元気になった。いや、グラボというか。だって今やったことってマイサマーカーを立ち上げ直しただけですからね。なんでだろう。待って、さっきと比べて明らかにいいもん、動きが。
さあみんな地図の用意を頼む。空気から電話が来たからかもしれんな。それは知らないよ。さあみんなナビの用意を頼むぜ。ほら元気良すぎてビール瓶がもう裏返っちゃってるもん。わくてか、だが私は地図知らない。じゃあ地図見れる人、地図を見て。通知の犯人わかったわ。それは俺に言われてもいい、知らないよ。ちょっとナビできる人はナビ頼むぜ。無視しとく。よし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 。だってさっきと違うもん、全然動きが。これはいけるんじゃないか。地図探すよ。うん、地図探してきといて。よし、行くぞ。がぜんやる気になってきたぞ、俺。今日こそはいけるんじゃね？夢のスロップへ出発。ほらもうステアリングの動きももうくるんくるん動くもん。これ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 がキャストの画質に反映されてるかどうかは知らないけど、ね、でやってると死んじゃって次に再起動をかけたらもうダメなんでしょ。車組み立てたいな。このゲームの醍醐味ってこの間エンジン組んでみて思ったけれど、やっぱりね、車を組むのが楽しいんだろうなとは思うんだけど、そこにねまずねたどり着けてない。この現状合計プレイ時間もう10、この間10時間ぐらいまで行ったんだから、この間のやつで合計トータルが。もうこれで今、まあ一枠目はなかったことにして、ああ、何言ってるんだ。今日はこれが一枠目です。どのルート通るの？高速道路。この間、高速道路で、アボーンしたけど、アボーンしなかった場合のルート。で、行きたい。あ、で、昨日からね、ちょっとこのゲームじゃなくて、スマホのアプリゲーの最近ちょこちょこやってるっていう、ゾンビを倒すゲームね。なんてゲームだったっけ。あれがね、今までやってたのが、なんて言ったらいいんかな、すごい、かそってるサークルの人たちのサークルっていうか、同盟に入ってたんだけど、昨日、昼にね、日本人の人から、うちの同盟入りませんかっていう風に来て、で、昨日その同盟に移って始めたんですけど、その同盟がね、まあメンバーの人がみんな日本人なんですよね。で、すごく活発で、チャットがね、楽しくて楽しくてね、昨日夜ね、11時ぐらいからね、まあ、店閉めてとか、店閉めてとか、そのプランも制作をある程度区切りつけて、昨日早めに帰って、で、寝る前にちょこっとやってから寝るみたいな感じなんですけど、昨日はね、そのゲームの中のね、チャットがね、なかなかに面白くてね、初めてなんですけど、昨日が要は初めましての人たちばかりだったんだけど、すごくね、あ、このゲームってこうやってやるのが楽しいんだって思いながら、で、気がついたら寝落ちしてたわけだから、何時ぐらいに寝落ちしたかわかんないけど。要は全世界の、
プレイヤーたちが集まるゲームだから、もちろんね、日本語以外の言語も、飛び交っているわけで、で、その日本語以外の言語、まあ、要はチャット、文字ですけどね、もう結局、エキサイト翻訳なんですよ。エキサイト先生の翻訳なんですよ。なのでね、まあ、そのゲームのね、操作説明そのものがエキサイト翻訳の状態なので、もうな、このアイテム持ってるけど、どうやって使っていいかわからないとかっていうアイテムも結構あって、で、とりあえずそういう、まあその同盟とかっていうふうになると、例えば月にいくら以上課金しないといけないとか、何回以上倒さないといけないとか、そういうノルマがあったりすると嫌だったから、ノルマはありますか？始めたばかりなのでわからないことばかりなんですけど、使い道がわからないアイテムの使い方とかも教えてもらえますか？って聞いて、そしたら、あ、その辺も問題ないですよ、ノルマはありませんしって言われたから加入することにして、加入してみたら、面白い。このゲームってこうやって楽しむゲームだったんだっていう感じかな。ちょっとね、勘違いされるといけないかなと思うので、ちょっと言っときますけど、プラモデルはね、はっきり言ってね、ゲームにだいぶ駆逐されたという言い方はいいか、あれなんだけど、だいぶね、押されちゃってるジャンルだと思うんですよね。で、ゲームがなければ確かに、プラモデルはまあ昔みたいにもっと売れるんだろうなぁとは思うんですけど、俺自身が結構ゲームとかはする人なので、なのでゲームそのものの存在があるからどうのこうのってことは言うつもりはないです。ただ、もう少しプラモにも皆さん目を向けてもらえると嬉しいかなっていうのが本音ではあるけれど、だけどゲームは悪だ、 プラモデルにとってゲームは敵だとかそういうことを言うつもりはありません。だって俺もゲーム楽しいもん、いろんなゲームやるし。でもやっぱなんだかんだでレースゲーとかがほとんどだったけれど、今まあレースゲーも全然やってないけど、今やってるゲームって言ったらこのマイサマーカーとそのゾンビのやつだけだから。はい、ナビ頼む。左でいいんだよね。ここまで来るのがすごくスムーズだもん、今日。いつもだったらカクカクしてなかなかうまく動かなかったりするけれど。人間 AB です。ポーン左折です。はーい、ポーン左折です。ゲームそのものは俺は別にあってもいいと思うし、ゲームなくなれとまでは言わないけれど、ゲームばっかりじゃなくて、そういうプラモとかで楽しむのもいいんじゃないのっていう派閥です。今ね、っていうかね、やりたいゲームがね、そんなないんだよな。もともと、なんだ、そんなにね、ポンルート案内を開始します。はい、お願こんいばしんは。ます。はい、こんばんは。はい、今夜ざーす。今回はですね、すごく調子よく進んでるので、YouTube にアップ予定です。なので、誰々さん、何々ですねとか、あとは、アットリプライつけたコメントとかはお控えください。俺も、誰がコメント入れてるか見てるようにしてますので、このコメントに対してレス入れてもらってるのかなとかっていうことはないようにはしていますので、その辺はお願いします。調子いいな、今回。すげえ調子いい。調子がいいぞ、調子がいいぞ。ゲームはね、結局ね、あっていいと思うんだけど、60秒席を外します。はいすはぐ戻ります。ーい。はいは無事にお買い物できますように。ーい。ありがとうございわら。ます。祈っててね。祈っててね。祈っててね。ほんとね。俺の名前以外をコメントしたら怒られると思うから注意ですね。いや、みんなね、みんなコメントは入れないようにね。誰がどうとかじゃなくて、もうコメントに名前は入れないように注意してくださいね。
ていうか、お店でセーブして、で例えばそこでリセットとかしたとしたら、多分ねハイエース、今乗ってるハイエースがね、お店に置いてかれそうな気がするんだよな。あ、やばい、なんかカクつき始めたぞ。やばいか、やばいか、カクつき始めた。嘘、なんで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 カクつき始めた。さっきまですごく調子が良かったじゃないか。やっぱね、パソコンのスペックの問題なんだろうな。ただね、今はね、デスクトップキャプチャーと、棒読みちゃんと、棒読みちゃん4ツイキャスと、ブラウザのこの今ツイキャスのやつと、高画質配信がいかんのかなとも思うんだけど、高画質配信にしないと、多分ね、YouTube にアップした時にね、何やってるかがわかんないと思うんだよな。はい、次どっち？次どっち？交差点来たよ。ナビ頼む。ちょっとその間にちょっと手を温めておこう。あー、カクついてるな。ナビは？ナビどこ行った？あれ、ひょっとしてコメント止まってる？うわ、ブラウザが止まってやがる。マジか。マジで、ブラ？です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 。あ、ダメだ。防御説です。着席、人間のキャッチタンクがフルでした。防御説言うとるやろが、棒読みちゃんとまた棒読みちゃんっていうか、ブラウザは止まってる。読み上げ警告灯が点灯。こっちの声は聞こえてるかな？声は聞こえてるかな？もうね、ブラウザはね、もうね、変になってるからね、もう多分ね、こっちで何かできない。聞こえる。聞こえる？あのね、ブラウザの方がね、ちょっとね、おかしなことになっているので、今ちょっと誰がコメント入れてるかわかりません。ツイキャスの画面が、透過してます、こっちでは。なので、ちょっとね、どうしたもんかな、これ。
あ、ダメだ。このまま続けます。右折だよね。とりあえずここは右折でいいよね。え、この前ここ右折したっけ。あ、そうか、右折してすぐ高速道路に出るんだ。こっちでね、今ね、ブラウザの操作ができない状態になっちゃってます。多分ね、Chrome がね、おかしなことになってる。あー、フリーズした。重いな。ブラウザがね、こっちの操作を一切受け付けなくなっちゃってるので、あ、ここは右折、左折、どっち？ちょっとツイッターの方に、パソコン、今のパソコンの画面の状態を出します。ツイッターを見れる方は見てください。左折。ここ左折でね、ここ左折でいいよね。今のブラウザの状態を画像を撮ってツイッターにアップしました。こんなもんね。で、ブラウザがね、一切ね、マウス操作とかをね、受け付けなくなっちゃってるから、多分ダメだな。この録画が残らない可能性が出てきた。マイサマーカーを落としたら、操作を受け付けるようになるかもしれないから、アップできるようだったらアップします。今マイサマーカーが調子いいからブラウザーの調子が悪いことよりもマイサマーカーをちょっと優先させたい。コメント今読み上げてないですか。今日はぶっ壊れた列車のように突っ走る虫だけブレーキ装置って感じでお願いします。何ですかそれ。みんな今ツイッターの画面見てくれたかな。おいちゃんの今の画面の状態。ブラウザがね、言うこと聞かなくなってるので、なので残り時間とかもわからないので、ちょこちょこ残り時間は入れてもらえると助かります。でも残り時間来て、コロナが映ってたね。うん、そうそうそう。完全にね、透過しちゃってる状態でね、ただ、これでね、ツイキャスの時間が来ちゃうと、俺どうにもできないんだよな。今24。24。延長できるようになってる？今日はすごくマイサマーカーが調子いいからね、できればね、このまま続けたいんだ。コインもし投げれる方がいたら投げといてもらえると助かります。コイン満タン。コイン満タン。よし、オッケー。じゃ、このまま延長できるね。ちょっと待ってね、まずはショップに行って、あー、喉の渇きがだいぶやばくなってきたな。てかこいつ喉渇くの早すぎるだろ。この間はここで
オーバースピードで曲がりきれずにドカーンとなったから落ち着いて操作して、よし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 、あ、やばい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 、天井の代わりに部屋で音楽流してるの。調子良かったのに何？でこれで始めるとハイエースはこの事故ったところに残ってるから、ゲラ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 、はあ、もういい感じだったのに失礼、ちょっと待ってね、この今のこの状態で、あ、何があったんだ、何があったかというと、よし、ブラウザーの画面復帰しました、よしよしよし、 OKOKOK、 あー事故った、オーバースピードで左を曲がろうとして、なんとか復帰できたはいいんだけど、そのままオーバースピードのまま飛び出して反対車線の反対側の、道路にドッカーン。でコンティニューすると多分またハイエースはいないから、友達のチェイサーみたいに突っ込んだよ。友達のチェイサーみたいに突っ込んで、それは俺に言われても知らない。あー悔しい、めっちゃ悔しいです。今回これすっげー調子良かったのに。マイサマーカーの調子も良くて、かつまあブラウザがちょっと変にはなってはいたけれど、キー操作は？お、よし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 、スムーズに動くな。スムーズに動くけど、ハイエースがいないから、はぁ、あ、また始めからだよ。よし。悪魔のハイエース。ほんとそうだよな。あれ？あ、おかしなことになってる。今日はでもね、ショップに行けそうな気がする。今日はショップに行けると、そう信じている俺は。ミッドナイトブルーではないけど青いし、あのね、ミッドナイトブルーってあれね、すごく微妙な色なんだよね。あのミッドナイトブルーっていう色自体はあのアメリカのね海軍機にね採用されてんだよね。だけどあの色は悪魔の Z に使われてるミッドナイトブルーではないんだよね。で今回作ったサニトラがミッドナイトブルーなんだけど、あの色ではないと思うんだよな、悪魔の Z のカラーは。そのハイエースは身をよじるようにいからく、そのハイエースは身をよじるように走るという身をよじるように、ん、命を削るように走るというだったっけ。でも今回は調子いいぞ、今日は調子いいぞ、今日は調子いいから。ブラックバードはどこ？ブラックバードはね、おまわりさんのあの車じゃないパトカーじゃないでも湾岸ミッドナイトの中でさ、おまわりさんってあんまり出てこないんだよね。あの何ともでは出てくるけどさ、 F6F の色かな、ヘルキャット、ヘルキャットとか、あとはね、なんだったかな、俺もあんまりその辺詳しくないのでごめんなさい話振っといてなんだけど、俺あんまり詳しくないので。レイナの R はどこ
レーナの R は、あのね、一般車でね、白いのがいるんだよ。だからそれだな。白とシルバーと緑と、あとね、何があるんだったっけ。今日は調子いいぞ、調子いいぞ。でもこれぐらい前回もサクサク動いてたら、レイナって名前で嫌なの思い出してしまった。元カノか。それは知らないけれど、まあいいや、それは置いといて。こんだけね、サクサク動いてくれればね、なんで初めからこんだけサクサク動いてくれなかったの。何があった今まで。別にアップデが溜まってたわけでもないしな、パソコンの。マイサマーカーの仕様変更とかあったのかな。マイサマーカー自体もちょこちょこアップデが入ってて、で、何？アップデが入ると勝手にパソコン立ち上げるたびに Steam からダウンロードしてくれるから、 Steam からダウンロードって言っていいかわかんないけど、つかめない。事故現場にハイエース放置を直せばね。そう、あれがな、あれがな、なくなってくれればな、もうちょっとねサクサクできるんだけどね。でも実際さ、まあその、あ、やばい、重い。エンタードライビングモードになった。車の中入ったら重たくなったぞ。またドアロック。よし。主人公が弱いのもなんかね。いや、弱いのはね仕方ないと思うんだけど、弱すぎるんだよね。もう一つ思うのは、あのね、このゲームね、見事な感じで壊れてくれるから、このゲームでね、デモリッションダービーやったらすっげえ面白そう。だからもうちょっと死なずにいてくれれば、このゲームのその作った車で、まあ例えばそのセーブするしないとかにしたってしといて、横転で死なずにスタックで死ぬ。それな。だからその辺がね、例えば何、モッドとかで死なないモッドとか入れて、で、この車で、このゲームで作った車でデモリッションダービーやったら面白いぐらい壊れると思う。面白いぐらい壊れるっていうか、何、実写のデモリッションダービーと同じような感じでできると思う。でも知らないモッドが仮に実装されたとしたら、まあ確かにこのゲームのクソな部分、クソな部分って言ったらダメだけど、クソな部分って何回も言ってるけど、ダメじゃないんだけど、そこがね、なくなったらね、このゲームの楽しさはね、またちょっと違う方向になっちゃって、またそれはそれで面白くないような気もするんだよな。だから例えばそのリスポーンするときに、車も、せめて、例えば、その、このハイエースじゃなくて、いや、あるんだけど、お仕事用の車も、お仕事用の車でわざわざ牽引して引っ張ってこないといけないんだけど、本当は。そういうことなしで、普通にね、自分家に戻ってきてくれてたりしたら、まだいいんだけどな。あとは勝手に、2、3日だったら、警察から、何？車を預かっていますとかって通知が来て、でそこで例えばお金をいくらか払ったら車が戻ってきてくれるとか、そういうふうになっていったりしたらまた変わるんだろうな。
あとね、この間あのツイッターの方にはあの画像アップしたっけ、画像アップしたんだっけ、ツイートしただけだったっけ、忘れたんだけど、あの入水自殺しようとしてもできない親切設計ね。もう車を横転しちゃって動かなくなっちゃったからもういいやーって言って、一回ね、いつだったかの枠でやった時に横転しちゃって車が動かせなくなっちゃって、もう仕方がないやーって言って、で何もう諦めて、もう何湖に向かって歩いてって終わった時があったんだけど、その時にね、あの後、もう一回ちょっと、あの後ね、自分でね、なんとか入水自殺しようと思って、湖なんかずん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 入ってたんだけど、おお、飛んだ！危ない、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 危ない。待て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 、よし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 、オッケーオッケーオッケー。勝手にね、起き上がってくれる。危ない、危ない、今危なかった。そこそこね、なんだろう、どうなのかな、ゲームコントローラーでゲームしたらまだまともになるんだろうな。危ない、戻れ戻れ、よし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 、いい子だいい子だ。いつからローライダー、ローライダーハイドロは入ってないよ。あ、でもね、アブソーバーは完全にガスも油も抜けた状態でのショックで走ってる車って、あのハイドロ入ってる車みたいな動きする。あとあのバネ脳殺状態にした車とかバネ切りまくって、そういうやつはね、あのハイドロ組んだ車みたいな動きをする。ポインポインポインって言ってる。よし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 、いい子でいい子だ。頼むから道の上をしっかり走ってくれ。手が冷たくなってきたぞ。俺の手がリアルの手が冷たくなってきた。残り時間何分？本物のローライダー見たけど音がすごいね。ああ、あれはすごいよ。バクン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 する。何？その跳ねるやつじゃなくて、そうだな、2P4B ぐらいのやつでも。結構ね、ウニューンウニューンっていう音はね、結構するよ。あのバインバイン跳ねるやつもすごい音するんだけど、でもね、ハイドロの車はね、俺はね、乗りたくないな。見つけてもいいんだけど。38分、わかりました、ありがとうございます。バインバインするんだけど、あれはね、ちょっとね、あれ、ナビが動かないぞ。おかしいな。ラグか？バインバインするんだけど、あれはね、ちょっとね、乗ってられないと思う。ノーサスの車は俺乗ってたけど、乗ってたっていうか、ほぼノーサス状態になってる車は、まあ、乗ってたけど、バネ切りすぎて、バネが仕事してない状態の車。スリーホイラーで火花散らしながら走ってた。あー、わかるけど、ケツにタイタニウムつけてだろ。なんだけど、左折。あれ、ナビ口調じゃないぞ。どうした？確かにね、あの辺はね、やっぱりね、うおーとは思うね。だけど、いつだったかツイートしたと思うんだけど、だいぶ前に。夜中のコンビニでたむろって爆音流してるやつはちょっとないなぁ。たむろして。いや、楽しい気持ちは上がるんだけど、そこはどんなに頑張っても、日本の片田舎のサークル系だぞ、みたいな。そんな光景だった。言っちゃ悪いんだけど、本人たちは楽しんでるだろうからいいんだろうけど、周りに家とか、結構ね、アパートとかね、マンションとかが建ってる地域でやってたから、それはちょっとないなぁと思って。まあ、注意もなかなかないんだけど、見た感じ、イカチーニちゃんとかばっかりだったから。だからその辺はね、あんまり注意とかするっていう気力は、あれはないんだけど、度胸はないんだけど、でも、ちょっと、
とあれはひどいなぁと思って。確かにね、結構ね、いじくってて、手も入ってる車、まあ、例えば車種名とかその辺はちょっと伏せとくけど、なんだけど、ちょっとな、あれはないなぁと思って。危ない、危ない、危ない。よし、オッケー。ギャングスタキドリは虫だ。あのね、なんだろう、こう、やるんだったら、そこじゃなくて、もっと集まるのにいいとこはあるだろうっていうふうに俺は思ってみて、片田舎の丸系で、まあ本人たちは楽しいんだろうな。まあその俺もいろんなオフ会とか出たことあるんだけど、車の実車の方で、いてね、気分が悪くなるオフ会も確かにあった。例えば、その、タバコのポイ捨て当たり前、爆音で音楽流す、ここ右でいいんだよな。ここ右でよかったな。爆音で音楽流す、アクセル吹かしまくるとか、そういうオフ会は実際あって、ああいうのはね、出ててね、気分が悪かったね。そういうのじゃなくて、なんかこう、みんながこう、お行儀よく、次はどっちだ、ここは次の T 字はどっちやった、ここは左やったな、確か。だからね、なんかね、そういうのに出ると、ああ、もう二度とこのもう集まりには来ないって感じかな。もう行かないよ。なんかその自分の人間性までがさ、ちょっとこう何、左折、おい、ありがとう。自分の人間性までもがちょっとこうおかしくなるというか、ちょっとな、オフ会そのものは楽しいんだよ。オフ会そのものは楽しくて、いろんな車を見せ合ったりとか、こう、こんな風にいじってるんですねとか、そういうのがあって、それはいいんだけど、例えば、その貸し切り、いくらかその貸し切ってる駐車場とかだったとしても、そこでみんなワイ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 、まあ、貸し切りならまだいいのかな。だけど、例えばそこで、周りに家が、民家があるにもかかわらず、爆音でなんか音楽流したりとか、アクセル吹かしまくったりとか、そういうのはちょっとないよなーって思って俺は見てた。そんなにスピードを出さずに走ろう。ゆっくり走ろう。ゆっくり走ろう。べったり走ろう。オーナーズクラブのリーダーだったので、そういうのは気遣いました。懐かしい。あー、多分ね、失礼。主催者の人ってね、そういうことすごく気を使うと思いますよ。で、例えばその、オフ会の募集の案内の中で、こういうことはしないでおきましょうみたいなことって、やっぱある程度は書かないといけないんでしょうけど、あんまりね、書きすぎると今度はそれはそれで、こう、なんだろう、あんまり楽しくないって思われちゃったらどうしようとか、で、まあ、ある程度本人たちのね、その、良識の範囲内で楽しみましょうみたいなことはやっぱり書くと思うんですよ、その案内の中でね、募集要項の中とか で。そこで、じゃあその本人の良識がどれぐらいの範囲なのかなとか、そういうことは、やっぱりこう、その、なんだろう、ネット上、ネチケット、いわゆるもう今ネチケットって言葉も死語なのかな、ネット上のマナーはしっかりしてても、実際会うと、やっぱりそのテンションが上がっちゃって、こう、何ちょっとね、アクセル吹かしてみたりとか、ちょっとスピード出してみたりとかって人もやっぱりいましたしね。こう、例えば掲示板とかではすごく、ああ、この人なんかちゃんとしてそうなのかな。もちろん話をすれば、もちろんいい人ではあるんですけど、だけどやっぱりその、みんなが集まってる場所だからっていうのもあるんでしょうけど、そこで、
こうなんかワイ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 やってたそのテンション場の空気に飲まれちゃってるのかな。そういうのがあってみんなでこうワイワイやることによってこうすごくねこうちょっと待って、もうそろそろ魔の左カーブだ。そろそろ魔の左カーブだからちょっと集中するよ。数多くのドライバーたちを死に追いやってきた過去をただ一人俺で 中の人はただ一人俺である。ちょっと待ってね、ちょっと黙ります。魔の左カーブをね、なんとかクリアしたい。よし、クリアできたかな、これで。だいぶ今スピード落としてるけど。よし、なんとかクリアできたと思う。思いたい。で、まあまあ話戻しますけど、で、そこで、こう、なんかこう、テンション上がっちゃって、アクセル吹かしちゃったりとか、私がその点で楽だったのはリアルで年長さんだったから優しく一言だったな。そういうのはありますね。例えばそのさっきから例えばばっか言ってますけど、あのメンバーの中で年上の人がいたりすると確かにやりにくいですよね。それはすごくわかります。あのそのリーダーが一番年上だとおいちょっと待てやって一言言えばその場は丸く収まるんですけど、そこでね、こうちょっと自分より年上の人が、あ、ちょっと待てよ。どこ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 。交差点が一つ出てきたけど、まだまっすぐでいいのか、道なりでいいのかな。ナビ担当。ちょっと待てや、お前と。一言言ってやればそこでそれだけでね場は収まるので、そういう面では確かにいいとは思いますね。まっすぐ、はいよ。一般車に追い越されてる。これねハザードも出せるはずなんだけど、わなんか急ブレーキ踏んで、どうした急ブレーキ踏んでどうした。追い越してていいのか。なんでこんなとこで止まった。まあいいや、無視して。お、アザーカーもいるんだ。あ、いますよ。で、なんかアザーカー同士が事故ったりもします。で、アザーカーの中で一台緑色いやつがいて、あ、ちょうど向かいから来てますね。今ドックンドックン来てると思います。ああいうのもいます。マイサマーカーをやるに、あの、日本人界隈の人たちでは、今通り過ぎてた緑色の車はドキュンカーって言われてます。爆音で、猛スピードで走り回る車。あれがね、なんかね、この高速道路を2台ぐらい走ってるらしいですね。で、2台ぐらい走ってて、で、あれに追突されると死ぬそうです。へえ、面白いね。だからね、爆音で流してる、どこにどこに行ってるやつは、ちょっと注意。さあ、ショップ。あとショップまでの道のりってどれぐらいなんだろう。ナビ担当はあとなどれぐらいか分かるかい。さっきの位置関係から考えて。ちょこちょこね、さっきからね、対向車でアザーカーはすれ違ってはいます。実はこう先まだ先なのか。長いな、先は。
ちょっとなんかスピードを出してると危ないような気がするから、ちょっと20年くらい集まってたけど、いつもの一言はとりあえずサイレンサー突っ込んどけだった。あー、はいはいはい、そういうのはいいっすね。それでちゃんとあのメンバーが応じてくれるならそれはいいですよね。高速ルートは遠いからね。やっぱ遠いんだ。まあいいや、我慢我慢。だけどね、こっちの方がね、死ぬ確率は多分低いと思うんだ。やっぱりその改造車ってどんだけあがいても、これはね、ずっと前から言ってることなんですけど、改造車ってどんだけあがいてもやっぱりね、アンダーグラウンドなんですよ。いくら例えば違法改造車じゃないとは言っても失礼マフラー変えてりゃか、あのやかましいんですよね、結局ね。興味ない人からすれば、そこをね、こう履き違えて、俺の車は合法だから合法だからっていうのはちょっとどうかなと俺も思います。それはね、電気、はいはーい。なんかその辺がね、こうなんだろう、理解してくれてるメンバーさんたちだとありがたいですよね。そこを理解せずに、こうこれは合法なんだからいいんだとかって言って、やっぱりね、マフラー変わって、だから例えばその、実際あったんですけど、高山でね、とある、お、なんだ、なんか今トラックが、えれ対向車線走ってたんだけど、なんで、まあ、いわゆるスーパーカー軍団みたいなのが街の中を走ってたわけですよ。ゆっくりと低速で。で、まあ、車が好きな人からしてみればね、おって思ってやっぱ見るんですけど、車に興味が、まあ、たまたまその時はね、行きつけの喫茶店行ってたんですけど、その喫茶店の人たちはもちろん車が好きなとこじゃなくて、で、まあ、結構なやかましい音じゃないですか、ああいう車って。で、ああいう車見ると、そういう車見ると、ああ、やかましい、やかましいとしか言う言葉しか出てこないんですよね。どうしてもね。それが例えば車が好きな人だと、ああ、なんて感動的な音なんだとかって言うとは思うんですけど、いい音だ。だから俺も 1JZ の、フル直感の、フルブースト付近の音って大好きなんですよ。あの破壊的なバリ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 っていう音が結構好きなんですけど、だけど、興味ない人からしたらただの騒音でしかないですよね。うわぁ、これ追い越しかけれるか。追い越しかけてなんか死にそうな気もするけど、また化粧キャップ踏んじゃった。化粧キャップ踏んだ。あ、やばいやばい、死にそう死にそう、死ぬかもしれない死ぬかもしれない、待て待て待て、追い越しなんかかけるべきではなかったのか。やばい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 、シフトダウン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 、エンジンブレーキエンジンブレーキ、クソ、追い越しなんかかけるんじゃなかった。よしよしよし、うー、立て直した。危ない危ない、スピード落とせば、うん、だから今エンジンブレーキでスピード落とした。あのブレーキじゃなくてエンジンブレーキのかけだちょっと酸素でちょっとじっくり、私たちは 3SG だったのでゲロゲロゲロでした。あー、 3SG とか 3SG って、あ、でも俺直四の音で 3SG は確かにゲロゲロゲロですけど、SR の音はもっと下品な気がするんですよね。その SR が好き嫌いとかっていう話じゃなくて、SR の音ってちょっと下品な気しません？別にトヨタツインカムだからどうのとかじゃなくて、その 4AG の音が好きだと、まあ好きには好きですけど、他の4発に比べてどうのこうのじゃなくて、なんか縦看板出てきたぞ。
あ、トラックに、さっき追い越しをかけたトラックに追い越しをかけられた。何なんだあのトラックは。初めて見る世界だ。ゲームプレイして十何時間初めて見る世界。お、ちょっと待って、交差点があるけどどっちだ。ここ左か。教えておくれ、教えておくれ、ナビ担当教えておくれ。交差点が出てきたぞ。ここひょっとしてついに街か。行ってみよう。あ、わかる。SR はお下品チックよね。オーナーさんいたらごめん。あのね、多分ね、SR のオーナーさんならね、多分みんな感じてんじゃないかな。俺の知り合いにもやっぱいたんですよ。13とか14とか乗ってるのが。その辺を来て話してても。看板は？え、見てなかった。とりあえず行ってみる。オーナーたちも言ってましたよ。今のオーナーはわかんないですけど、今その乗ってる人たちは、俺らが走りに行ってたところで走ってた人たちは SR の音って下品だよねって自分たちが言ってました。回ってると思うんだけど。マジでマジで来たー、ようやく来たー、やったー、うおやーやったぜー、赤文字だ、やったたどり着いた。たどり着いた。やったぜ。おっしゃ。12時間にしてようやくたどり着いた。おめでとう。ああ、ちょっと待ってよ。はい。サイドブレーキ引いて。そして57分。ちょっと待ってよ。おめでとう。ちょっと待ってよ。57分ちょっと待ってね。じゃあ次枠立ち上げまーす。ブラウザーが重い。雑談&ホビー関連枠、パソコン開発配信中。ようやくショップに着いた。あー長かったー。とりあえず喉の渇きを癒そう。長かったよー。ちょっと待ってね、とりあえず喉の渇きを癒す。でもね、なんかね、ショップね、ショップがね、なんかね、営業時間外になってるような気がする。わこつ、はいはい、よろしく。ようやくショップにたどり着いたぜ、こんちきしょう、こんちきしょう。あー長かったで、セーブポイントがあるのは知ってる。ここにね、トイレがあることは知ってんだけど、トイレどこだ、トイレどこだ、トイレここかな。こちらもリアルで缶ビールです。祝杯。イエーイイエーイ。やっとたどり着いたぜ。今日の目標ようやく達成だぜ。うまい棒食べた。あー、いいな、いいな、うまい棒食べたいな。あー、やっぱり営業時間外が、こんちくしょう。
あー、とりあえずセーブだ、とりあえずセーブだ。このね、裏にパブがあることは知ってんだよ。でもここに来るまでに営業時間外になっちゃうってことは、何時に家を出なきゃいけないんだ。朝起きてすぐに出ないと間に合わないのか。朝すぐ起きても間に合わない可能性がある。ここでしょ、そういうポイント。セーブ。よーし、よし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 。あー、長かった。あーやったぜ。これで雪なのかよ。便器だよ。やった。あれ便器だよ。やったぜ。あー長かった。ようやくアップできるね。でも次プレイできるのはデコトラを5台作ってからだから、また1週間2週間先かな。2週間先ぐらいになりそうな気がする。狙いにくそうな便器だ。そういうこと言っちゃいけないよ。よいしょ。さてと、まずはお腹を満たそう。全部バリューのトラックですよね。そうですね。さすがにね、まあバリューデコトラなんでまだ楽なんですけど、あーやっとパブまで来たぜ。ウェルカムトゥーザパブ、やったぜ。よし。いいね。さあ、はい、いただくぜ。何か買うの？あれ？何言ってるかわからん。飲めない。どうやって飲むんだ？レアコントロール。Amerikasta asti talolla tilattu. Tenniskentällä kevään ensimmäinen paljastunta. Yhdessä hypysää kesä pilattu. Radan varren metsään kaljat piilotettiin. Ja paljain takamuksi junia tervehdittiin. Vukka. Vukka on nomitain, mutta en nomena. Ennen kaupunkia kyppikassia mallomaskin. Joku lukiolainen se parhaankin maniski. Dueette nomunda? Ei saa menettää peliä. Wakaran. Pitää muistaa tytölle hymyillä. Leoppa on tähän noin. ソーセージ。おっさんソーセージ取りに行って。雰囲気いいね。いいね、いいっすね、この雰囲気。ソーセージ。どうやって食べるんだっけ。どうやって食べるんだ。よし、はい、ごちそうさん。で、喉の渇きがやばいんだけど。Kaikki takaisin korkone maksettiin. なぜか変換できない。わら。雰囲気じゃないですよ。雰囲気ですよ。これ何？いいね。喉の渇きがやばいから。早くビール出してくれ。おっさんこっち見たままなんだ。それそれ。わら。
ないんだけど、なんで。ちょっと待って、このままだと俺が喉の渇きで死んじゃうから、ちょっとあのハイエースのところに戻ってビールを飲もう。なぜ、どうやって飲むの。でもソーセージは食べれたから、ただ問題は、そっか、飲まないとダメなのか。飲まないと今、喉の渇きゲージがかなりやばいことになってるので。なんでさっきウォッカ飲めなかったんだろう、頼んだのに。ほら、こうやって飲めるはずなんですよ。よいしょ。ウェイ。このゲップはね、デフォだから仕方ないね。主人公汚い。でもゲップ出るじゃん。炭酸飲料飲むとゲップ出るじゃん。でこれあんまり飲みすぎてると、ほら今視界がグラグラしてるの分かるかな。視界がねグラグラしてるんだよね。酔っ払ってんだよね。あー、ようやくたどり着いたぜ。あとはハイエースに燃料入れて、でガソリン持って買い物しないといけない。理由って炭酸なんだ。あー、そっか。まあ未成年だと飲んだことがないか。あのビールは炭酸入ってるからね。で問題は寝ないといけないんだけど、この店が開くまで待ってたら多分ね疲れで死んじゃうんだよね。ワンしかない。まあそこから、その辺に関してはおいちゃんは深く突っ込まないよ。まあ今コメントしてくれてる人が未成年かどうか俺は分かんないんだけどね。はっはっはーというふうにしておこう。おっさんこっち見てんだよ。顔だけこっち見てる。それ、GJ。このおっさんたちもずーっと喋ってるし、ね、本当に体調が悪い時に飲むように言われてな。これね、スロットができるんだけど、やり方がわかんないからね。うわー、聞きたくないトラウマ音楽だ。トラウマ音楽トラウマ音楽ちょっと店の奥に行って、なんかね、死んだのかと思ったよ。大丈夫大丈夫。あ、ほんとだ、わらわら。トラウマ音楽。このね、店の中にね、ここにね、いろいろ売ってあるのが分かったんですけど、ほら、ここエンジンオイルとか冷却水とかブレーキフルードとかあるんですけど、今は営業時間外でこのお店の中に入れない。あ、入れた入れたけど、こっから先が行けないのか。ちっ、あー、目の前にあるのにエンジンオイルとかガソリンとかあれとか。万引きミッドナイト。できないの。そういうできない設定になってる。で、どっかにスイッチ、あ、これだこれだ。これでね、営業時間外でもガソリンが入れれるようになるっていう話なんだよね。あれ？万引きというか、普通にお金を払うつもりでいるんだよ。ここまでようやくたどり着いたんだからさ、ここまで来てさ、俺は何、金払わないなんて、金払わずに万引きしていくと思うか。ようやくたどり着いたショップだぞ。どうやら余裕は冷めたよ。あー、
長かったぜ。やっぱ開かないんだよな。今このゲーム内時間で何時なんだろう。軽油を入れるんですけど、軽油を入れないとこのハイエースがガス欠しちゃうので、軽油は入れるんですけど、軽じゃないのに軽油入れるの。はい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 。あれ？よいしょ。ああ。しかし夜だから何もできないというね。と思うじゃん。さっきスイッチ入れたでしょ。これでね、ノズル側にね、入れれるようになるんだよね。あれ？ちょっと待てよ。ガソリンタンクを立てなきゃいけないっていうのはね。ビーマーのディーゼルに軽油入れようとしたら天煙が飛んでくるらしい。ああ、よくあるよくある。セルフあるある。立てなきゃいけないんだけど、どうやったら立てれる。よいしょ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 。よし、でキャップを開けて、キャップを開けて、あれ違う、あれどうやってキャップを開けるんだ。あれこのまま入れれるんだっけ。あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どうやって入れるんだっけこれ。ビーマーって何ですの。ベンベです。ベンベの話です。ベンベのことです。ちなみにうちの棒読みちゃんはBMW って入れるとベンベと発音してくれます。あれおしよしよし。ああ、うちの棒読みちゃんはね、俺の教育の結果ね、BMW と入れるとベンベと呼んでくれます。あ、赤文字だったら教えてね。今日はもうこの枠で終わりですけど。あ、了解。私の世代はベンベ。でしょう？でしょう？ BMW なんていう言い方はね、ちょっとね、いけてないんだよな。ベンベって言わないとね。ベームベー、どれどれ。ベンベほらねBMW って入れるとうちの棒読みちゃんはベンベと読み上げます。他にもいろいろと教育してますよ。お、いいね。 AMG それを普通に AMG って読むよ。あれあれどうやって入れるんだ。こっちはどうやって入れるの。アーマーゲイってなんだよ。わら、蓋の開け方がわからない。さっきは普通に蓋開けれたのにな。あれなんで？なんで？なんで蓋開けれない？
あれなんで、誰かググって、誰かググって。でも、給油口の蓋がぶっ壊れたって話聞いたんだけど、壊れるの？壊れるよ。店長の動画とか配信、楽しいな。ありがとうございます。くだらない配信ですが。なんで？なんで？なんで燃料入れられない？なんでだ？他にもね、いろいろね、教育したんですけどね、何を教育したかは覚えてないです。YOUTUBE で探すか。ちょっと待ってね。そんなことしなくても、こっちかな。あ、思い出した思い出した。回すんだ。回すんだ。回すんだ、思い出した思い出した。よし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 。開いた？開きました、開きました。とりあえずね、ガソリンを入れよう。ガソリン入れたら走れなくなっちゃうよ。コンタミするとめんどくせえんだぞ。あれ？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 なんで？よし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 。ただね、主人公の力がやばいんだよな。入れたら、このゲームの中ではわからないんだけど、めっちゃめんどくさいことが起きる。そのままエンジンかけようとすると、要は噴射ポンプの方まで吸い上げちゃって、挿入しないのかよ。挿入はしないんだな、これ。一回ね、そのね、燃料系統に入ったガソリンを全部抜かなきゃいけないんだけど、軽油、ディーゼル車でガス欠した時ってすごくめんどくさいんだけど、それと同じような感じで、まずね、軽油のね、そのラインからね、ガソリンを全部抜かなきゃいけないんだけど、タンクから抜いただけじゃダメで、ポンプから噴射ノズルまで全部抜いてあげないといけない。で、無理して入れようとすると、かけようとするとエンジンかからなくなるし、ポンプ焼きつく。まあ、最近のね、コモンレールディーゼルとかはまた別なんだけど、コモンレールディーゼルとかまたちょっと構造が違うんだけど、昔のディーゼルっていうのは、軽油で噴射ポンプも、あれしてんだよね、潤滑してるんだよ。軽油の、よいしょ。よし、OK。そういうことがあったりとかするから、ガソリンだとサラサラすぎて噴射ポンプが焼きついちゃうんだよね。よし、ガソリンタンク忘れないでね。はいはい、もちろん忘れないよ。その前にね、多分ね、今回はね、疲れで死んじゃうと思う。疲れというか眠気というか、眠れないからこの主人公今。とりあえずビールを飲みまくって、で、尿意がひどいからまずはトイレ行く。トイレトイレ、急げトイレ。尿意がだいぶ来てるから。ハイエースの荷台とか助手席で寝る遠征行ったな。これもゲームの中でもできればいいんですけど。ノションか。ノションはしない。生物以前にね、ちゃんとトイレで正面するよ。一番上のゲージがね、尿意です。
ションベンどれだっけ。コルピヤマトリアイシナン。ションベンどれだっけ。アイタリアマタラヘイトルトリスティアウキスタイサナウティオマンサ。ロションってジャンルにはならないそうです。joskus on hiljaa viikkoja. Lääkärit ne puhuvaa. あれセーブちゃった。まあいいや。正面流してたつもりなんだけど。問題はこっからショップが開くまで待ってたら多分この主人公は死んじゃうんだよな。ワープできねえのかな。ここで死んだらワープになるか。でもそうすると結局また店まで行かないといけないからどうしたらいいんだろう。よいしょ。そこをどうするかなんだよな。店が開くまで待ってたら多分疲れて死んじゃうんだよな。あ？え？ちゃんと出すところに出さないといけないですから。ちゃんと狙えてるじゃん。お、黄金だ。わら、うん。黄金水ですから。なんということ。はい。よし。さあ問題はこっからだ。問題はこっからだ。多分ここで時間が経ってたらこのゲーム内時間が過ぎてるっていうことはないと思うんだよな。飛び散らないのか。うん、ちゃんとうまいこと言ってた。今何分？もうあと5分ぐらいか。さあここからどうやって店が開く時間までどうしようかな。今何時ぐらいなんだろう。ゲーム内時間で朝8時から夜8時なのに現実では難しいんだけどね。まあ確かに今何時なんだろう。今チューズデーだろ。どっか寝るとこのねえんかなあ。ちなみにね、今目の前に見えてるあそこで車検、あそこが車検場です。どっか寝れるとこねえんかな。ホテルとかねえのかな。ちょっと探索してみよう。一回セーブはしてるからどうせ死ぬ命。とりあえずここまでたどり着けたっていうことが今日の大きな進歩だよ。次回はもっと早くたどり着けるようにしないといけないね。どうやったら早くたどり着けるようになるかな。早く朝マウンテンライオン出ないよね。出ないでしょう。一応街だから。一応待ちだから出ないんじゃない。でも最近はねクマとか出るしね。ここはね修理屋さんとかねカスタムとかはしてくれるところなのかな。入れるのか。入れたよ。なんかね金貯めるとねここにね自分のここをね自分のガレージにしたりとかできるみたいな話はちらっと聞いたけどどうなんだろうな。実際どうなるかは分からない。あーくそ、どっかで眠りたいな。ちょっとハイエースの中で眠らせてくれよ。だここも拠点にできるよっていう話らしいけど、まあ赤文字なので今日はまあこの枠で終わりだから、まあ多分このまま終わって、まあ次できるのは何週間後だろうな何週間後だろうな。年明けまでもう続きできないかもしれないですね。でもまあこうやってたどり着いて
こういうものがあるっていうところまで分かっていただけた、いただけただけでも今日は大きな進歩だ。初めてだよ。ゲームを始めて十何時間にしてようやくこのショップにたどり着けたというね、大きな進歩があったということで、今日はこんな感じで終わっていくかな。もう11時だ。リアル時間も11時だから、まあそろそろ、あの中の人の眠気もやがるので、来週っすか。来週はねちょっときっついっす。多分来週は多分きついな。疲れゲージの溜まり方からすると、よいしょ、このままね、ひょっとしたらね、うまいこといけばね、いけるかもしれない。あ、大収穫か。来週確定っていうふうに聞こえた。大収穫というか、大進歩って言ったら方がいいんじゃないですか。大きな、この一歩は、小さな一歩だから、人類にとって大きな一歩みたいな。ガガーリン船長みたいな。大きな一歩ですよ今日は。ああ今日は気持ちよく寝れそうだ。だからここにたどり着くまでの次回はタイムアタックをしないといけないですね。小さい一歩大きな未来。大きな未来でしたっけ。何鈴木とか言いたい。このゲーム内時間がわからないのかな、ちょっと痛いな。でここのポストに欲しいパーツとかをカキカキして注文しておくと、このお店に自分が注文したパーツが届くらしいです。だからね、早くカスタムとかね、車作ったりしたいんだよ。あとは多分ね、もうちょっと早くここにたどり着けるようにならないといけないなっていうのが次回の課題ですね。というわけで今回はまあそういうことでショップにたどり着けたので、次回収録するときはお買い物をできたらなと思います。皆さんお疲れ様でした。またね。